マーケティングの畠中と申します。私の方からレバリルのですね、ご説明させていただきます。まず1点、スイッチヒッター LBD というリールが新発売というふうになります。発売はですね、4月を予定しております。ラインナップは2アイテム、価格なんですが3万4500円となっております。今回ですね、特徴といたしましては、まず機能の説明ですね、ATD は搭載というところにはなっております。合わせて、ローターも、軽量の DS5 を使ったものになっておりまして、従来より 5g 軽量化できております。そうすることによって、晴天もそうですが、逆転のフリー性能なんかもですね、しっかり、向上させることができました。合わせて、自重なんですが 275g、スーパーハイギアの方が 280g というところでですね、軽量化を施しております。また、皆さんどうせ、ハンドル仕様なんかですね、変えれないんでしょうっていうところの声が多かった部分をですね、改善いたしましてねじ込みハンドル仕様にしております。そうすることによって、カスタム性能なんかもですね、しっかりと、発揮できるような、仕様にもしております。当然マグシールド等々もついておりますが、タフさという部分と合わせて回転性能、こういった部分を、テコ入れしているような状況です。ノーマルギアとハイギアの使い分けという部分でいきますと、ノーマルギアは、新編ですとか、ミノのただ巻きで、探っていくような、モデル、より潮の流れをつかんでいただくような、シチュエーションなんかには威力を発揮するモデルになっています。代わって、スーパーハイギアの方に関しましては、落ち合いパターンのラインスラッグを取る釣りだったり、鉄板バイブですとか、そういったリアクションの釣り、そういった部分での使い分けでですね、ギア比をご用意させていただいております。スイッチヒッター LBD、これでですね、しっかりと、いいシーバス釣っていただきたいと思います。